皆さんこんにちは、フジロクです。今回はカヌレの Vlog 第2弾をお届けします。それではやっていきましょう。はい、皆さんこちらのケーキ屋さんご存知ですか？超有名ですね、貞治青木。これのね、なんとカヌレお取り寄せしました。じゃーん、美しいですね。もうこのねフォルムから分かりますが、銅製のカヌレ型で焼いていますね。これだけ綺麗に輪郭が出るのはね、銅の特徴です。でね、よく見てもらったら分かると思うんですけど、バニラビーンズの量がすごくないですか？この点々の数ね、もう私ねこうすごく反省しました。バニラねケチってたなって思いましたよ。はい、こちらをね、食べてみました。すっごくね、あの断面から分かると思うんですけど、味がねめちゃくちゃ濃かったです。コーヒーに合うなっていうね味付けでしたよ。すごくねやっぱりね美味しかったです。今までで一番美味しかった気がします。さあ、それでは焼いていきましょう。庫内温度計こんな風に使います。天板の上に置いて、それで予熱をしていきます。220度で予熱をしていきましょうか。はい、そしてね予熱を完了したってなったらね、開けてみましょう。嘘つき、嘘つきよ、この子見て、嘘ついてるわ。なあ、余熱できたって言って読んだのに、あなたまだだわ。あなたまだ70度も低いじゃない。やり直しよ。まあご覧の通りですね、庫内温度計買った方がいい理由分かったでしょう。余熱がね鳴ったよって言われてもね、余熱できてないこと多いんですよ。で、私今何してるかっていうと、これね型に塗るバターをね柔らかくしておりますよ。はい、そしてこちらね、これね昨日焼いたカヌレですね。はい、これ見て、全然違うでしょ。この真ん中の美しいね3つあると思うんですけど、それのね3つがね同性です。あとは同じ型かな、全部一体型で焼いたと思います。こんだけねフォルムが違うんですよね。やっぱりね同性はいいですよ。で、前ね撮った動画にねコメントで来てたんですけど、私は銅を持っていないけど普通のステンレスでも焼けますよっていう意見が確かあったんですよ。でもね、見てほしい、この硬さ、ちょっとわかりますか？私指でこうプニってしたら、ほら返ってくるでしょ。柔らかさがねあるのわかりますか？この銅製の方はほらグッとしても返ってこないんですよ。パリパリ感がね全然違いますよ。これ写真とかではわかんない。これね焼き比べ、食べ比べしないとわかんないです。ほらコンコンコンの音が違うと思いますね。音が違うでしょう。ほら、これとあとこっちね、コンコンと。はい、だからね銅製はね美味しいんですよ。わかりました？はい、こちらねカットしてみました。こちらなんと紅茶バージョンですよ。ティーファリーヌっていうね、ロクキッチンが出している紅茶のパウダーあるんですけど、それで作ってみました。まだ試作段階です。本当は茶葉も入れようかなとは思ってたんですけどね。はい、並べると分かりやすいと思います。こっちがね紅茶です。しっかりねティーファリーヌだけでこんだけ香りが出ていきましたね。これねプレーンですね。で、銅製のものもねカットしてみたんですよ。こちらねちょっと切ってみますね。これね切ったらやっぱりね綺麗なの分かりますか？下の部分がねなんかちょっと底上げっぽくなってないんですよ。一体型で焼くとちょっとねこのペットボトルの底の部分みたいな感じでちょっとへっこむんですよね、真ん中がね。分かりますか？でも銅製だったらまっすぐに焼けるんですね。さあ食べてみましょう。うん、うん、うまっ。おいしい。これ今食べてるのが紅茶のカヌレ、普通バージョンですね。一体型で焼いたカヌレ食べてます。でこの後ね銅製のものを食べます。めっちゃおいしい。こちらが銅製です。あー全然ちゃ
ちょっとねバリバリ言ってるのがね、うんうんうん、聞こえるかもしれないですね、うん、うんうん、あうまっ、優勝、優勝した、大優勝、やっぱりね、うん、カヌレはね、あの生地は作り方すごい簡単だったりするんですけど、焼き方が難しいんですね。ね、さらに言うとね、型の種類によってね、こんだけ味が変わるので、まあ皆さんにはどうで焼いてほしいなと思いつつ、お値段がするのでね、悩ましいところですね。美味しいよカヌレ、この私は一体何をしているんでしょうね、何を表現している、あ、美味しい美味しい、あ、美味しいって言ってます、すっごい美味しい、あ、天才天才、私天才、やった天才天才、イエーイわーい、やったって表現してます。さあこちらね、湯煎の湯を用意しておりました。そしてね、生地、こちらね、冷蔵庫で2晩寝かせたものを、はい、湯煎につけまして、温度を上げていきます。冷蔵庫から出したてだとね、10度切るんですよ。で、あのカヌレってね、生地の中にバターが入るんですけど、このバターがね、固まってて綺麗にね、混ざってない状態です、冷たいと。なので温度をね、20度ぐらいまで上げます。そうすると生地がね、サラサラの状態になるので、こちらですね、湯煎の温度50度ぐらいかな、で混ぜながら温度を20度までこのようにね、上げていきましょう。これすごく大事ですよ。生地をね、室温に戻してっていうのはね、だいたい20度っていうことなので、まあ室温にね、戻すっていうよりは、もう湯煎に当てて20度にするって思った方が的確じゃないかなと思います。さあ余熱ができたかチェックしてみましょう。余熱が鳴ってから少し回しましたね。はい、220度になっていたので、カヌレを焼いていきましょうか。これ熱いから取り出すときね、軍手で取り出してくださいね。はい、では焼く前にこちらです。これね、バター柔らかくして型に塗るんですけど、発酵バターを塗っています。さっきね、食べた貞治青木のカヌレがね、もうね、発酵バターで塗りましたみたいな味だったんですよ。なので生地の中に使っている焦がしバターも発酵バターだし、この生地の周りに塗るバターも発酵バターにしてみました。これね、結構薄めにしてますよ。あんまり分厚いとね、ギトギトになっちゃいますからね、これぐらいです。あと塗りすぎると、あの底に溜まって底上げするみたいなこともあります。一回私蜜ろうでやったんでね、塗りすぎも注意ですね。はい、そして生地をこの中に注ぎ入れます。だいたい型の8分目から9分目ぐらいですね。9はね、あの入れると、入れすぎちゃって焼けないっていうことがある時があります。そこの方がね、あの浮いちゃったりするんですよ。なので8がいいんですけど、8だとちっちゃいので、8と9の間ぐらいですね。こうやってね、全体をバランス見てちょっとずつ最後足していきます。 85% ぐらいかな、割合的に生地をね、入れていきます。生地は20度にね、はい、人肌に戻しておいた生地です。これぐらいサラサラになりますからね。では焼いていきましょう。220度に予熱したオーブンでまずは20分焼きます。で、焼けたらですね、これこのまま扉を開けずに温度を下げます。180度にして、1時間焼きますね。220度で20分、ピーとなったら扉を開けずに180度にして1時間60分焼いてください。はい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 、いらっしゃいませ。にゃん、曇ったわ。はい、焼きたてはこんな感じですよ。沸騰しております。さすがにね、これはね、取り出せないので、まあ出すんですけど、この沸騰のプクプクっていうのが収まったら、ひっくり返して出したいと思います。
一個落ちたーん。勢い良すぎたーん。よし。はい、焼けましたよ。完成でーす。これ焼きたて美味しそうでしょ。焼きたてね、美味しくないよ。皮が硬すぎてさ、歯にくっつく。で、中のなんかさ、もちもちのところもギュって詰まっちゃってるから、この状態でラップして、1日は寝かした方がいいです。次の日が落ち着いてますね。はい、完成。焼きたてはさ、こんな感じでね、ピカピカなの。これがね、冷めるといい感じの硬いカヌレになります。焼きたてももちろん美味しいよ。美味しいけどね、ね、硬いでしょ。でもちょっと硬すぎてしんどいかな。このまま寝かします。そうそう、焼けたらね、こんな感じで肩が汚れて出てくるから、必ずちょっと温かいうちにね、止めちゃうとさ、油が固まって拭けなくなっちゃうから、きれいきれい拭いてあげて。で、拭いてあげたら、まあ、こんな感じになるんだけど、また新しい綺麗な油を拭いてあげると、肩もね、何回も使えますよ。あんまりね、あの洗剤で洗うのは良くないです。食パンの肩とかもそうだけどさ。綺麗にこうやって拭き拭きしてあげて、また違う油でね、コーティングして、そのまま置いておきましょう。はい、おしまい。はい、ということでカヌレの Vlog 第2弾は以上になります。皆さんいかがでしたか？カヌレこれからね、挑戦しようという方はね、同性の型を買いたいと思うんですけど、もう少しお待ちください。まあ、高いですからね。いろいろレシピ研究してまた第3弾アップするので、それまでお待ちくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。